けて燃える街に後はずが届く叫びを耳にして帰ってきたぞ帰ってきたぞウルトラマン。気をつけて。我々もだがこう暇じゃウルトラマンも退屈してるだろうな。北谷、妙な電磁波だな。別になんてことのない住宅街なんだが。ごめんください。え、ちょっと仕事をお願いしたいんですが。明日、いや明日でいいですか。ぜひ今夜中にお願いしたいんです。お宅の溶接の機械で簡単にできると思うんですが。弱りましたな。でも今日はもう仕事は終わったんですけど。これなんですけどもね。おう、スタンドのようですな。大切な研究のためにぜひ必要なんです。急いでるんです。研究お願いできますか。研究のためとあればやむを得ませんな。こんにちは。よう、なんだい制服姿で。ええ、ちょっとね。この近くから怪しい電波が出てましてね。怪しい電波ね。しかしこの辺りは単なる住宅街だぜ。おい、次郎、郷さんだよ。次郎。水野じゃないか。郷。懐かしいな。奇遇だな。そうか、君はマットで働いていたのか。小学校の頃から運動神経は抜群だったからね、君は。しかし勉強の方じゃ君にはかなわなかったよ。二人は友達だったのか。じゃあやりますよ。お願いします。小学校時代の親友なんですよ。去年親父が死んでね、そこで屋敷を改造して今こういうことやってるんだ。水野生物研究所。そうだ、君は昔から生き物が好きだったからね。もう結婚したかい。いや、僕は独身主義者だ。そうか。根を詰めて研究ばかりしてると今に病気になっちまうぞ。ありがとう。スタンドができました。ありがとう、ありがとう。これならぴったりだよ。君は動物が好きなのかい。うん、大好きです。よろしい。君の兄さんに無理を聞いてもらったお返しにいろいろ見せてあげよう。イッカス。これはイグアナだよ。これはボアだ。あら、鎧トカゲだ。爬虫類は変な格好だけど性質はおとなしいんですってね。そうだよ、よく知ってるじゃないか。あ、これ虫を食べる草でしょ。そうだよ、その壺の中に虫を入れて食べちゃうんだよ。草もこうなると植物だか動物か区別がつかないみたいですね。次郎君だったね。うん、君のように熱心に見てくれると案内する僕にも張りが出るよ。もう座りたまえ。水野さんはこの家に一人で住んでるんですか。おお、そうだよ。どうも。一つ質問していいですか。ああ、いいとも、何でも答えるよ。この研究所には動物と植物と両方いるけど、水野さんの専門は本当はどっちなんですか。いや、それは実にいい質問だね。僕はね、その両方を研究してるんだよ。僕はね、子供の頃から動物と植物の本当の違いは一体何だろうってことをずっと考え続けてきた。今や人類は片や月に到達し、火星にロケットを送り、片や生命の神秘に迫ろうとしている、そういう時代なんだよ。
僕が動物と植物の間から動物でもあれば植物でもあるような全く新しい生命を作ろうと考えたのも科学者としての当然の権利なんだよ。本当にそんなこと考えてんですか？ああそうだよ。いけないかね？いけないとは言わないけど、なんだか気味悪いや。それはまだ君が常識にとらわれてるからだ。宇宙の生命は本来は一つのはずなんだ。人間、動物、植物、いろいろある方がおかしいんだ。生命に差別があってはいけないんだ。アルファレオン電磁波、私の発見したお前は宇宙の生命とは一つのものでしかないことを証明する神のごとき光線だ。郷隊員の小学校時代の友人水野一郎はこの時すでに動物と植物の間に新しい生命、新しい卵を売ることに成功していたのだ。ここのところ事件らしい事件もなく静かだが警戒は厳重にしなきゃならんぞ。岸田、ゴー、パトロール出発。はい。位置につけ。はい。まただ。また同じところだ。今日こそ出所を突き止めなきゃいけませんね。よっ、見学かね。いや、実はこの辺りに奇妙な電波が発生してるもんでね、一軒一軒見て歩いてるんだ。へえ、奇妙な電波。何だろう。うちで電気を使っているのは動物と植物の保温ヒーター以外は普通のだけだよ。それならいいんですが、生物の細胞に変化を起こしそうな不思議な反応があったもんでね。おお、そんな電波があったら僕の方で教えてもらいたいくらいだな。そうか。じゃあ何かあったら知らせてくれ。どうも失礼しました。植物の何人も超えられなかった境界線を打ち破ったぞ。やった。お父さん、あなたは息子の僕をバカにし続けてあの世に行かれた。しかし今日という今日こそあなたは僕に脱帽すべきなんだ。あなたは単に金儲けのうまい商人に過ぎなかった。しかし今日の私は天才なんですよ。アインシュタイン、ニュートンに比すべき天才になったんですよ。どうしたんだい。見たんだよ、トカゲのお化け。トカゲ？兄ちゃんくらいの大きさだよ。バカなこと言うなよ。こんなトカゲが日本にいるわけないじゃないか。だって見たんだ、怪獣だよ。じゃあどっか動物好きの家から逃げ出したんじゃないかな。前にもワニが逃げたって大騒ぎしたことがあったからね。おい、ジロー、どこ行くんだ。次郎君、また見学会？この研究所から何か逃げなかったですか？
いや、何も。どうかしたのかい？見たんです。見た？何を？大きなトカゲみたいな。こら、どうぞ。一体何の企みがあってそんなことを言うんだ。苦しい。私のこのスピードについてありもせぬ噂を流すと彼ら済まないぞ。ここには熱帯の毒蛇、サソリ、何でもいるんだ。離して。いいか、今のことはもう二度と口にするな。もしお前が喋ったと分かったら、俺はお前たち兄弟をコブラの毒で必ず殺してやる。二度と口にしません。きっとだぞ。はい。おい、マットの号には何も言うな。岸田隊員の必中のロケット弾のおかげで助かったよ。危なかったわ。でもあそこから出したのは鶴かしら。しかし怪獣は動物だよ。鶴ってことはないだろう。ご苦労隊長。あ、そこ行ってくれ。これがジャイロの機体に引っかかってたものです。草を潰したような青臭い匂いだな。ええ、これはまさに植物なんです。鑑識課で調べてもらった結果、植物以外の何物でもないそうです。箱根芦ノ湖に出現した大怪獣は、マット本部の発表によると、身の丈は40ないし50メートル。しかも、驚くべきことに、体の一部の細胞組織は、植物のそれに著しく類似しているとのことであります。夜分申し訳ない。実は動植物怪獣のことなんだ。専門家の君に鑑定してもらいたくてね。鑑定の結果は明日だな。それはマットとしてもできるだけ早く鑑定して。おい水野、おい話を聞けよ。分かった分かった。おい次郎。おい、飯は食わないのか。お、こんばんは。よう。どうしたんですか。怪獣騒ぎの最中に呼んじゃいけなかったんだが、どうも様子が変なんでね。昨夜からこの調子なんだよ。次郎君どうした。顔色も悪いな。何か大変なことでもあったのかい。なんか大きなトカゲを見たとか見ないとか言って表へ飛び出してね、帰ってきたらおしになってた。トカゲ？
次郎君、どんなトカゲだい？そのトカゲまさか両手が葉っぱで背中に壺みたいなのが二つついてんじゃないのかい？ゴーさん助けて。そうなんだ、見たんだ。そして水の研究所に聞きに行って水そういえばさっき佐賀さん、失礼します。ゴーさん、あそこにはコブラやサソリもいるんだよ。僕が何のためにここに来たか分かるだろ。水野、君はどうしてこんな恐ろしい研究を。恐ろしい研究？僕は新しい生命が欲しかった。動物でもなく植物でもない。レオゴンは僕が生み出した新しい命なのだ。お前には僕の気持ちなんか分かりしないよ。はい、ゴーです。また怪獣が。僕がレオゴンを生み出したことが罪だって言うんなら、僕はもう死ぬしかないんだよ。死ぬしかないんだよ。水野、今は君の気持ちを聞いてる時じゃないんだ。作り出したもんなら壊すこともできるだろう。水野、どうやったらあの怪獣をやっつけることができるんだ。教えてくれ。それはこの光線、アルファレオンさん、ベータレオンに変えればあの生物は死ぬ。水野、頼む、やってくれ。このまま放っておけばますます被害が大きくなるばかり。水野、幼な友達の俺から頼む、やってくれ。お前は僕の命だ。僕にはお前を殺すことはできない。レオゴン、レオゴン。水野さん、どうしたんです。水野さん戻ってこい。水野、何をする気だ。
水野の机の中から遺書が出てきた。毎日のことがあった場合、一切を解放して子供の遊び場にするようにね。じゃあ水野さんは自分の作ったレオゴンが怪獣になるって知ってたんだね。頭のいいやつだったな。ゴンさん、あんなものいらないね。きらめくオーロラを背景に次々と灯台を襲う光怪獣プリズマ。夜の球場を舞台にマットの死闘が展開する。立て、大秀樹、立つのだ、我らがウルトラマン。さあ、来週もみんなで見よう。